か金だろう、世の中金だろう。あ、違う、キーが違うね。世の中金だろう、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 世の中。そんなことないだろう。信じられてるとか、世の中金だろう、原発推進も、世の中金だろう、武器輸出も、世の中金だろう。あ、でも美味しいものも食べたいよ。世の中金だろう。あ、今日もさ、世の中俺らもちょっと打ち上げしないといけないんで、世の中金だろう。いや本当に世の中金だろう、あ、世の中金だろう、世の中、世の中金だろう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 。価値がないっていうかね、少し待たせたかったんですけども、まあ変えられてもなんないんですよ。よくたまりません。まあ、今回はその一応あさってやる横須賀のブルースコンサートっていうテーマで、私も本当にさっきも言ったように子供の頃はなんかそういうものをたくさん聞いてたんですけど、やっぱりね、とても好きなんだけど、そういうものだけではやっぱりそれこそ金にならないので、ブルースとはまた違う、方向にもね、たりして、最後に、私が生まれるはるか昔に1929年にベッシー・スミスという歌手が、ヒットさせた Nobody knows you when you're down and out って、まあね、でさあ今回ね、やっぱり英語の詩、日本語の詩だと思うの大変なのにね、英語の詩がすごく鬱陶しくて、日本語の詩にたくさんしてみたんですけど、で Nobody knows you って歌はあまりにもなんかこう救いがないんで、私がだいぶ味付けしたっていうご飯ね、Nobody knows you when you're down out、 いつも笑顔をっていう題名の歌をお送りします。最後にありがとう。飛んでる君のところに
余生を暮らそう。昔の過ちを学んで誰も近づいてこない。押し込んでる君のところにはベイサイトポケットでございます。ぜひいらっしゃい。私たちはね、横須賀では90分やるんだからね、まあレパートリーは腐るほどあるんです。ありがとう